はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく11時ですね。11月の26日の金曜日でございます。はい、ですね、これは日経平均えらいことになってますね。マイナス622円ですね。28,876 円、2万9000円も切ってしもたやんって。何なんでしょうねこれね。あのアメリカのなんやかんやって書いてありますけど、何やったかな、日経新聞見るとですね、どこ、あ、これか、新型変異株のリスクって書いてありますね。日経平均、いや、日経新聞。日本時間早朝に南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異ウイルスが検出され、感染が急増していると伝わった。これに、そのうち日本に入ってくるんでしょうね。はい、本題いきましょう。中央日報でございまして、愉快なお隣さんのやや保守系のメディアですね。これが26日ですから、今日ですね。日本側の無返答に一審デジャブ、慰安婦訴訟控訴審も延期という、控訴審、旧日本軍慰安婦被害者が日本政府を相手取って起こした敗訴した損害賠償訴訟の控訴審初公判が日本側の無返答により延期になった。日本側の回答遅延で過去一審と同じように今後の裁判過程で難航が予想されると。もうちょっと行きましょうか。25日ソウル高裁民事第33部括弧部長クフェグンはこの日予定されていた故クワクイエンナムイヨンス、このヨンスさんって有名な人じゃないの、ラ慰安婦被害者15人が日本を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の第1回弁論を取り消し、期日を来年1月27日に変更した。日本側への訴状送達が確認できないという理由からだ。裁判部は回答があって初めて公示送達でも進められるが、日本側が回答しないでいて送達の有無がわからないとし、次の期日まで送達結果を待たねばならないようだと明らかにした。韓国の裁判所で民事訴訟を開始するにはまず日本の裁判所に訴状が届いていなければならない。なんで日本の裁判所なんでしょうね。訴訟書類は国際民事司法協調などに関する令規第4条により韓国裁判所、裁判長、裁判所行政所、韓国外交部、在日韓国大使館、日本外務省、日本裁判所のルートを経て、日本に伝えられる。日本が訴訟書類の受付を拒否する場合、韓国裁判所は公示送達を決めることができると、まあ、こういう感じになるわけ。いや、民事訴訟ですから相手方に訴状が届かないと始められないという、まあ、ルールがあって、まあ、日本も多分そうですけど、ただ例えばでも相手が分からない場合がありますよね。あるいは受け取りを拒否した場合がありますね。その場合は公示という手段をします。日本の裁判所の場合は裁判所の掲示板に貼ってあるんです。それでええやんと思うんですけどね。で結局ですね、まあ、伸び伸びにしてるんですよ。韓国の裁判所がですね、この慰安婦訴訟控訴審っていうので、これね、原告が勝つ判決を出すとですね、この1月に出たんですけども、日本国が被告なんですね。日本国はですね、主権免除なんで、そんな関係ないという立場であって、その書類も受け取らないわけですね、日本政府は。そうするとですね、本来はその原告のあれが認められてですね、原告勝訴になるわけです。今年1月の判決はそうです。ところが別の裁判で原告敗訴の判決が出てて、その控訴審だと思うんですね、これね。
ほんで、それまた、日本に書類が届かへんねんとかってやってるんですけど、多分嫌なんでしょうね、韓国の裁判所。できるだけ長くしよう、長くしようって。長くしてる間に自分は異動になって違う部署に行けるんやと。多分そういうことだと思います。で、やってしまったらええやんと思いますけど、なぜやらないかと言いますと、そこで原告敗訴の判決を書いてしまえばですね、その裁判官が後でどうなるかわからんという。逆にこうですね、原告訴訟の勝訴の判決を書いてもですね、後でこの後どうなるかわからんわけですよ。どっちで転んでも裁判官としてはそんな判決書きたくないわけですね。書きたくないからできるだけ伸ばして伸ばして伸ばして自分がこの部署から離れるようにと。まあ、向こうも 2,3 年で変えてるんじゃないですか、裁判所なんて。あんまり同じ人がね、同じ場所でずっとやってたらよろしくないんで、日本でもそうですけど、3年ごとぐらいにこう部署変わっていくわけですよ。だからみんなそわそわするんですよ。日本移動の季節でいつでしたっけ、3月ですか。その間一月ぐらいはですね、あれが止まるって、裁判が止まるっていうふうになってますんで、向こうも多分同じようなシステムだと思うんですね。そうしたら、もうできるだけ伸ばして、たまらんのは原告側ですよね。まあ、もそもそもその日本国を相手にするなんていう、こう、無理めの訴訟をやってるわけであってね。でも、それでも、時々勝てるのがあの国でございまして。なんせね、法治国家もね、オリジナルでございますからね、日本人の概念の法治国家とはちょっと違うわけですね。訴求法も OK な国ですからね。何でもありというアメリカもかなりいい加減な国でですね、東京裁判は訴求法でやってるわけですけども、あいつらもですね、よく訴求法作るんですけども、それはどさくさい紛れにやるんですね、アメリカのやる場合はね。お隣さんは平時にやるわけですから。ものすごい目立つわけですよ。平時にその訴求法は作るわですね、条約破りの判決は出すわでですね、国際慣習を破る判決は出すわでですね、もう全く、法治国家がオリジナル状態になってまして、これもですね、だから やりたくないんですよね。一応ね、裁判官ですから分かってるわけですよ。試験免除というのがあるというの。でもそれを認めた判決を出すと、お前は親日かって言われるわけですね。いやいやわ。あの国でこういう裁判官になると大変ですね、ほんまね。もうちょっと読みますが、最後の方ね、飛ばし、被害者を代理するイ・サンヒ弁護士は裁判を終えた後、第一審と同じように日本に主権侵害を理由に送達手続きに協力しないなどの回答を受け、初めて公示送達に入るが、日本も内閣が変わって現状況を見守るのではないかと思うと、まあ見守らへんって一緒やで。だが裁判は別個の状況にあるため、引き続き問題を提起していくと明らかにした。これに先立ち、同事件第一審を担当したソウル中央地裁民事第15部各部長民尊重るは、そうね、日本の場合民事第何部って言っても裁判官の名前のまで書きませんけどね、は今年4月に国家免除、過去特定国家を他の国の法廷で判断できないという国際法原則、まあ、主権免除ですね、向こうで国家免除というんでしょうけど同じですを挙げて原告の請求を却下した。当時裁判部は、日本に対して国家免除を認めないことは最高裁の判例はもちろん、立法府、行政府が取ってきた態度に符合せず、国際社会の一般的な流れにも符合しないと判決を下していたと。ところが、この一審に覆るような判決がですね、今年の1月かな、慰安婦判決が出てきまして、日本に賠償せって言うんで、今日本政府のですね、資産差し押さえにの手続きをやってるはずなんですけどね、なんでそれ進まないんでしょうね、ほんまに。まあ、そのあたりですね、ちょっと一般的には理解できない、日本人一般には理解できないオリジナルの法治国家ならではのなんかご事情がおありだと思うんですけども、この手の、ね、訴訟ね、私もよう知りませんけどね、いくつもあるんですって。慰安婦さんもそうですし、元徴用工さん、徴用工という言い方がおかしいんですけどね、あれ徴用というのは半ば強制なんですけども、自分で行きますって言った人たちなんですね。でその方々が、いやあれは徴用やったっつってこうやってはるわけであって、そもそもこう設定自体がかなりへえっていう感じなんですけども、それに即してですね、原告の主張に即して判決が出てるということでございまして、その判決に基づいてですね、徴用工の場合は日本企業の資産が差し押さえられていると。
その資産を現金化したんやったら、これはいよいよあかんでというのが日本政府の立場ですね。日本政府の資産をなんで差し押さえへんやろと。そんな日本大使館名義の銀行預金絶対あるやんと思うんですけど、だって向こうはウォンですから、ウォンで給料払った資産あかんわけでしょ、大使館の現地職員の。そうだ、絶対日本大使館名義の銀行口座あるやん、それ差し押さえたらええやん、はよしいなっていうことですけど、なんでせえへんのって、法治国家やろみたいな。まあ、ということがですね、現在行われていて、この別口の裁判でやってますということでございます。貼りません、中央日報でございまして、日本側の無返答に一審デジャブ、慰安婦訴訟控訴審も延期というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。